回のあらすじ、のび家のご先祖から始まったこの動画、前回はのび助の兄弟、主にのび助に関して解説し、本人の特徴や、髪型やコンタクトへのイメチェンから、1話限りの兄弟かそうじゃないのか不明瞭な弟が存在していた。そしてその他にも、名前だけの登場、1話限りの親戚、お正月に訪れる人、お使い先のおばさんなどなど、のび家にはどういう関係か不明瞭な親戚もたくさんいるのだった。この動画は、のび家の家系図を作成して判明した衝撃の事実、パート1&2の続きです。まだ見てない人は良ければそっちも見てみてね。というわけで今回も、のび家の家系図を作成して判明した衝撃の事実、パート3、だ。では君はのび太くんの孫の孫なんだ。というわけで今回も、ウプ主お手製ののび家家系図を使って解説していこう。まずは前回少し説明した、北海道のおばさんから補足。このおばさん、作中では結婚していたり子供に関しての言及は一切ないのだが、コミックス27巻、補足長い友達にて、北海道へ行ってくるわ。あんたのいとこのすみれさんの結婚式なの。明日の夜帰るから。というセリフがあり、同じ北海道内にいるおばさんの娘である可能性が非常に高いということなのだ。これはドラえもん深読みガイドなどを含め、多くの書籍でそうではないかと予想が立てられている。そして、決定的なのはとある回でのアニメ放送。2016年4月12日放送。お箸は伸びるよ、どこまでもという、アニメオリジナル回での放送にて、のび太が北海道のおじさんに電話をするシーンがあり、その際北海道のおじさんが後ろ姿だけ一瞬登場するのである。このおじさん、おそらく北海道にいるおばさんの旦那さんであり、夫がいるということは、子供、つまり娘がいる可能性がより濃厚になるということなのだ。ちなみにこのおじさんは、原作では存在すら明言されていないんだぜ。そしてすみれさんに関しても、名前だけで姿の登場は今までに一度もないのだ。北海道のおばさんまだまだ謎に包まれている部分が多いのね。うむ。ではこの補足から発展して、すみれさんのようにのび太には多くのいとこが存在する。なので今回は、このいとこに関して解説していこう。お願いします。まずはコミックス2巻、必ず当たる手相セットにて、来るたびにお小遣いをくれるおばさん、そしてキーちゃんだ。このおばさん、父方母方どっちのおばさんかは不明だが、のび太の言葉を信じるならキーちゃんはいとこということになる。このキーちゃんはのび太が抱っこしているあたり、まだ小学校を上がる前、かなり小さい年齢であり、一人で自立して歩き回るところから、1から3歳程度だと推測できる。このキーちゃんは、窓からクリームを投げ捨てたり、のび太と電車ごっこをしたり、のび太の紐を包丁で切ろうとしたりと、なかなかアグレッシブな子なのである。怖すぎる。そしてこのキーちゃんは別の回でも一度だけ登場しており、それは藤子 F 不二雄大全集11巻、力を貯める力電池にて、教育絵本、水の坊やという、のび太が読んで深く感動した絵本が登場するのだが、実はこの絵本、この間キーちゃんが遊びに来た際忘れていったものであり、名前だけではあるが、キーちゃんが登場しているのである。電車ごっこ以外にも、やっぱり絵本とか好きなのは女の子らしくて可愛い部分もあるのね。何を言ってるんだレイタ。キーちゃんは男の子だぞ。嘘でしょ。あんなに可愛い格好してるのに。うむ、でもまだ小さい子だからな。親が着飾ってもしょうがないだろう。でも、一体どこにキーちゃんが男の子だっていう証拠があるの。うむ、それはだな。藤子 F 不二雄大全集8巻、空高く凧を落とせにて、お正月に、おばさんとその息子とおぼしき人物がのび家を来訪する。実はこのおばさん、先ほどのおばさんとどことなく似てはいないだろうか。確かに似てるかも。このおばさんは、毎年お年玉をくれるおばさんであり、もし、このおばさんが先ほどのおばさんと同一人物だった場合、隣にいる子がキーちゃんである可能性は非常に高いだろう。そういうことか。まず、この少年はのび太のことが大好きであり、セリフからして何度も面識があるようだし、この顔よく見れば、キーちゃんとそっくりな気もする。そしてドラえもん深読みガイドにも、おばさんだ。お年玉がもらえるとのび太が喜んでいることから、おばさんと、少し成長したキーちゃん、という記述があり、よりこの一文が少年をキーちゃんであることを明示しているだろう。ちなみに本書では、このおばさんは前回紹介した、火事にあったり、果物をもらったおばさんなどもこの人ではないかと推測している。確かにメガネをかけているし、雰囲気もどことなく似てるよね。ウプ主的には、和服が多く気品がありお金を持っていそうという点から、お年玉をくれるおばさん、隣町のおばさん、グアムに行ったおばさんもこの人のことを指しているのではないかと、そう睨んでいるのだ。まあ、真相は闇の中ではあるが、でもその可能性は高そうだね。だとしたら、今までのび家に来ていたおばさんや、お使い先のおばさんが、ずっとキーちゃんの母親だったっていう衝撃の事実になるけどね。そういうことになるな。というわけで、おばさんとキーちゃんに関してはここまで。次に、信子とのび太郎に関してだが、この二人に関しては、正直かなり何とも言い難いのだ。というのも、この二人が生まれた誕生経緯が複雑だからである。それに関しては、以前複雑すぎるドラミ誕生秘話とは、
という動画でかなり詳しく紹介しているので、そちらの動画で確認してください。ここでは超大雑把に説明しておくと、かつて存在したのび太の遠い親戚とだけ言っておくぜ。過去の動画を見れば意味がわかると思います。というわけで信子とのび太郎に関しては以上にして、次の大学生のいとこ、五郎さんに関して、コミックス10巻アパートの木にて、ある日突然、ママのお使いによって、五郎さんへ届け物を頼まれるのび太。五郎さんって僕のいとこだ。大学に入ったので、田舎から出てきてアパートに住んでる。と、田舎から大学進学のために上京してきた五郎さん。おばさんの作ってくれたおはぎか、ごっつあんです。と、のび太によってママのおはぎが五郎さんに届けられるのだが、部屋はかなり散らかっており、おまけに夕べは友達と徹夜でどんちゃん騒ぎ、しかもママのおはぎを寝ながら食べたりし、かなり好き勝手やっているみたいで、食後は一人で映画を見に行ってしまった。まあ一人暮らしを始めた大学生にありがちな堕落ぶりだね。うむ、そして彼はもう一つだらしない面があってだな。コミックス20巻あやかりんでこういうのでは、今度はのび家に遊びに来ていた五郎さん。先ほどと少し雰囲気が違うが、よそ行きの場合はちゃんと髪型が整い髭が剃ってあるのだ。ヒッチハイクでお金のかからない旅行をしてきたんだ。そうだ、お土産があったんだ。はい、砂時計。と、お金がないのかヒッチハイクで旅行に出かけており、その話をタマコに話しつつ、一応のび太にはめっちゃ小さいがお土産もくれる人なのだ。大学生はまあお金ないもんだし、タマコにも会いに来て、わざわざのび太にもお土産をくれるなんて、結構良い人なのかも。うむ、確かに良い人なのは間違いないが、次の登場回を見ると少し印象が変わるのだ。コミックス42巻目は口ほどに物を食べでは、またのび家に遊びに来る五郎さん。その目的はママだったらしいのだが、今はちょうど買い物中。参ったな。何か食べさせてもらおうと思ったのに、今月は遊びすぎちゃってアパート代払ったらお金が1円も。と、なんとママにご飯をたかりに来ていたらしく、しかもその原因が自分の散財だというのだ。そう、この話を聞いてしまうと前回なぜ五郎さんが家に来ていたのか、その意味合いが少し変わってきてしまうのだ。まさか五郎さん、遊んでお金なくなるたびにママにご飯を作りに来てもらってるんじゃ。っていうか思い返せば、一番最初の登場も、ママが五郎さんにおはぎを届けていたし、そう思うと、この五郎さん遊んでお金にだらしない、そしてお金がなくなるとママにたかりに来るっていうことなんじゃ。うむ、やっぱりそういう風に思ってしまうのだ。でもまあ、ママがおはぎを届けたり、五郎さんの話を聞いてる時は割とにこやかだったので、ママはママで、面倒を見ている可愛い甥っ子っていう感じなのかもな。それに多分二人の間柄も、おそらくママ側の甥っ子なのだろう。顔はのび太にそっくりだけどね。というわけで、五郎さんの紹介はここまで。次は最後のいとこ、のびえさんについてだ。コミックス21巻マネコンにて、いとこののびえさんよ、ご挨拶なさい、お久しぶりです。と、のび家を訪れていたいとこののびえさん。その後、とある事情でのび太がその場で服を脱ぎ始めてしまったので、ものすごい驚いたのびえさん。解説は以上である。というのもこののびえさん、原作ではたったこの2コマしか登場しておらず、その正体は謎に包まれているのだ。そしてなぜかはわからないが、こののびえさん、とある藤子キャラクターとそっくりな格好をしている。あ、もしかして、そう、エスパーマミである。エスパーマミの主人公、桜マミと同じような学生服、そして髪型をしているのだ。でも、なぜエスパーマミと似ているのか、それは謎である。だが、あえて補足をするのであれば、一応エスパーマミとドラえもんの世界は同じ時間軸なので、実はエスパーマミにもドラえもんメンバーが登場することがたまにある。なので、ここでののびえさんは藤子作品によくある、ただのセルフパロディであって、深い意味はないのかもしれないな。なるほどね。というわけで、これにてのび太のいとこの紹介に関しては以上にするぜ。それでは次に、片岡家に関して見ていこう。お願いします。片岡家、つまりママの旧姓であり、今はのび太まこという名前になっているな。パパ同様、ママに関しては今回はスルー。まずはその親族関係を見ていこう。まずはのび太のおばあちゃん、そしてたまこの母にもあたるこの人物。コミックスプラス1巻グルメテーブル掛けにて、ある日突然の電話で、たまこの母が急病になったというのだ。そこで急いでたまこが実家に帰ると、大したことなくてよかったわ、心配かけてごめんね。と、急病に倒れたものの病状は大事に至らず、ここで初めてたまこの母が登場するのである。ちなみにこの母、現代で登場するのはこのワンシーンのみなのだが、コミックス7巻ママのダイヤを盗み出せでは、若かりし頃の姿を目撃することができ、わけあってのびドラが過去に会いに行くと、今のママと同じように、子供をしっかりと指導するおばあちゃんがそこにいたのである。今のママの性格は母親譲りってことだね。うむ、その通りである。というわけで母方のおばあちゃんに関しては異常だが、おばあちゃんの配偶者、おじいちゃんに関して、実は母方のおじいちゃんは原作コミックスでは一切言及がなく、生きているのか死んでいるのかさえわからない。だが、
昨今の朝ドラ版のアニメでは時折出演しているらしい。だけど申し訳ないが、ウプ主ではその登場回を突き止めることができなかったので、もしご存知の方はコメント欄の方にお願いいたします。いたします。それでは、母方の祖父母はこの辺にして、次は玉子の兄弟に関して見ていこう。まずは玉子の兄である、先ほどのおばあちゃんと同様、コミックスプラス1巻グルメテーブルかけにて、玉子が母親の看病を終え、家に帰ろうとした時に、もう遅いから泊まっていけば、と、声をかける男性がいる。この人がおそらく玉子の兄なのだが、一説には、この人こそが玉子の父親ではないかという説もあるのだ。では、どちらが正しいのか、実は2007年11月16日放送、グルメテーブルかけでは、玉子の家に電話をかけてきたのが兄であり、おばあちゃんが、お兄ちゃんはほら、何でも大げさだからという発言をしており、その次のシーンに兄とおぼしきこの男性が登場している。つまり、公式でもこの男性は兄として扱われているのだ。なるほどね。ちなみに兄の登場はこの1コマのみなので、次に行こう。次は玉子の弟である、玉おじさんだ。初登場はコミックス2巻、正直太郎である。この玉おじさんは真面目で優しく人間性もあるのだが、非常に気弱で上がり症、おまけに口下手ときたものだから、恋人である女性との仲が険悪になってしまうのだ。最終的には、ドラえもんの道具のおかげ、によって、二人は本音で会話し、仲を取り持つこととなるのだ。ちなみにこの時登場した女性、原作では名前が特になかったのだが、2005年11月4日放送、正直太郎では、幸子という名前で呼ばれているのだった。あとこの玉おじさんはコミックスでたびたび登場しており、コミックス32巻、欲しい人探し機では、新たに車のセールスを始めたのだが、まだ1台も売ることができずに困っていたり、コミックスプラス6巻、感激ドリンクなどでは、はい、プレゼント、とってもためになると思うよ。と、のび太のことを思ってか少年大百科、という本を買ってきており、時折のび家に遊びに来ることがあるのだ。まあ、のび太は読まずに速攻枕にしていたがな。おい、というわけで、玉おじさんの紹介は以上にするぜ。ここで少しおまけ紹介。玉子の親戚か友達か、結構曖昧なキャラが作中に時折登場するのだが、今回はその中でも特に親戚と疑わしい2組を紹介。1組目はコミックス10巻人形遊びに登場する、みっちゃんと、そのおばさんである。このパターン、先ほどのキーちゃんの時と非常によく似ており、ただのママの友達かもしれないが、もしかしたら親戚かもしれないので一応紹介。そしてもう1組がコミックス19巻幸せな人魚姫に登場する。ベソコと、そのおばさんである。このベソコも先ほど同様、キーちゃんとパターンが似ていること。そして藤子 F 不二雄大全集14巻、箱庭フレームにて、再度のび家に遊びに来ており、より親戚の可能性が高いのである。ちなみに幸せな人魚姫の時と、この箱庭フレームの回で、ベソとベソ、ひらがなとカタカナで名前の違いがなぜかある。どちらが正しいかは不明だぜ。どっちにしてもベソコって名前は嫌だけどね。うむ、というわけでこれにておまけ紹介は以上。ここからは、ついにこの家系図の中心、のび太とその配偶者に関して解説していくぞ。お願いします。まず、のび太の説明に関しては言うまでもないと思うので今回は割愛。そしてみんな知っていると思うが、本来のび太はジャイアンの妹、ジャイ子と結ばれる未来だったため、この家系図のように、ジャイ子との間にはたくさんの子供が生まれ、不幸せな未来を作るはずだったのだが、ドラえもんと世話しの介入により未来は変わり、この源家の御息女、静香ちゃんと結婚する未来に変わるのである。では、ジャイ子の未来はどうなったのか、については過去の動画で解説しているのでそちらを参考に。そして源家はのび家の家系図にあるものの、どのキャラをとっても長い解説が必要なのでここも割愛させてもらうぜ。なので今回はドラえもんと世話し、そして何よりのび太の努力によって勝ち得た未来について、まずはのび助について解説していこう。のび助は原作コミックスでは全部で8回登場しており、その全てを紹介するのは大変なので、今回は簡単に説明しよう。初登場はコミックス6巻のび太のお嫁さんにて、のびドラがタイムマシンに乗って、のび太のお嫁さんを見に行こうという話になり、その時初めて息子であるのび助が登場する。のび助はのび太とは瓜二つだが、のび太とは違いスポーツ万能で、少し暴力的な性格。それゆえに、自分そっくりの子供ののび太を、宇宙人と称してバットで追い回した挙句、傷だらけにするほどバットで殴りつける暴力的なことして登場する。だが、ただ暴力的なこというわけではない。コミックス36巻のび太の息子が家出したでは、のび太とのび助が一緒に歩いていた時、ジャイアンとスネ夫が、のび太に対して野球に誘うものの、いつも通りかなり上からの物言いに、パパにそんな口を吹くなんて、許さない。お、こいつ。と、親がバカにされたのを許せず、勇敢に立ち向かうなど、
心優しい一面も見えるのである。そんなノビスケも後々大人になり、コミックスプラス5巻45年後には、いろいろあって、45年後のノビタが今ののび太と入れ替わった際に、熊である静香ちゃんと再会した時にこう言うのである。君はまだ知らないが、僕らの息子ノビスケもすっかり大きく成長して、今日スペースシャトルで月へハネムーンに行ったんだよ。と、のび太の時代から数えて45年後には結婚もしているようなのだ。では、そのお相手は一体誰なのか。それは原作コミックスでは一切明かされてはいないのだが、映画ドラえもんのび太の日本誕生と同時上映された、映画ドラミちゃんミニドラ SOS という作品の中で、冒頭、のびすけがラグビーでゴールを決めるシーンがあるのだが、その際、大きな歓声を上げる少女が登場する。そう、この少女こそのびすけの将来のお嫁さん、ゆかりちゃんである。え、この子が、エンディングにもちゃんと名前がクレジットされているしな。でもさ、この子ってこの40分近い映画で登場するのこのワンシーンだけだったよね。なんでこの子がのびすけのお嫁さんだってわかるの？いい質問だな。実はこの映画が制作された2年後、映画ドラえもんのび太のドラビアンナイトという映画が公開されるのだが、その際に映画アニメドラえもんのび太のドラビアンナイトドラミちゃんあらら少年三族団という書籍、おそらくパンフレットのようなものが販売され、このパンフレット内にのびけ面白キャラ家系図というものがあるのだ。おそらくあらら少年三族団がのびけの先祖に由来する話だったからだろう。その家系図にのびすけの妻としてゆかりちゃんの名前が載っていたのである。故に、のびすけは将来この子と結婚することがわかるんだよな。へえ、そういうことだったんだね。しかもこのゆかりちゃんは静香ちゃんとどことなく似た趣味を持っていてだな。お風呂ではなくプールを好んで入るようなのだ。先ほどのミニドラ SOS のエンディングでは、ゆかりとクレジットされていたが、ここではカタカナのゆかりになっており、どちらが正しい表記かは不明である。それでは、そんなのびすけとゆかりちゃんからはどんな子供が生まれるのか。コミックス36巻、のび太の息子が家出したにて、ドラえもんが未来の国から、のびすけの息子を連れてくるのである。その髪は白く金髪系で、髪や顔はのび太系列ではなく、どちらかといえばのび太のママにそっくりであり、おそらく覚醒遺伝、ひいおばあちゃんである、のび太まこの遺伝子がヤシャゴに伝わったのであろう。そして、そんなのびすけの息子は何しにここに来たのか。わかったら、頭が古くて怒りんぼで勉強しろ勉強しろと。と、親であるのびすけを説教しに来るのだった。これはコミックス前半で、のびすけがのび太に対して同じセリフを放っており、親子4代にわたって、同じことを繰り返しているということなんだな。ちなみにこののびすけの息子に関してはもう少し補足がある。こののびすけの息子が登場する回、のび太の息子が家出したがアニメ化される際、1984年11月16日放送、わからずやのパパは、のび太では、のびすけ、そしてのびすけの息子の髪色は茶髪に描かれており、おそらく、静香ちゃんの髪色が当時茶髪だったため、それを意識した配色となっているのだろう。だが、原作では塗りが一切なく、おそらく茶色よりは金髪などの色が予想されるため、2012年3月23日放送、のび太の息子が家出したでは、のびすけの息子は金髪で描かれており、しかも若干片言なのである。え、どういうこと？この髪色、自分で染めた、という可能性がなくはないのだが、1993年5月10日発行、のび家の真実という謎本では、のび太の将来の子のびすけの息子は金髪。のびすけは国際結婚したようだ、という予想がされている。つまり、もしかしたらゆかりちゃんはああ見えて日系の外国人、もしくは両親のどちらかが外国人の可能性があるのだ。そして、もう一つ興味深い話がある。1980年コロコロコミック7月号に、ドラえもん新秘密50という特集があり、藤子不二雄監修のもと、面白い記事が掲載されるのだ。せわしの髪の毛はなぜ黒くない？のび太の息子のびすけが、外国の女の人と結婚したからさ。え、ゆかりちゃんマジで外国人やったんか。せわしの髪の毛は基本的に昔から茶髪で描かれることが多く、コミックスで登場する父親は黒、そして母親が茶または黒という感じである。だが、女性が髪を茶色に染めるのは珍しいことではない。つまり、高確率でせわしから見た先祖のどこかに外国の血が混ざっている可能性が高く、それがせわしに覚醒遺伝で伝わったということであり、その答えがのびすけの妻、ゆかりちゃんあたりではないかということなのだ。へえ、まさかの衝撃の事実だね。だがここまで説明しておいて言うのもなんだが、これはあくまで話半分で聞いておいてほしい。というのも、この著者が誰なのかはわからないが、この新事実50はほとんど公式的には採用されていないものも多く、例えばスネ夫の誕生日が3月28日だが、片倉設定では3月29日、現在の公式では2月生まれ、日付不明、静香ちゃんの誕生日はドラミちゃんと同じになっているが、現在の公式の設
生は5月、同じく日付不明、となっているため、いわば、片倉設定に近いところがあるのだ。片倉設定が何なのかわからない人は、過去にまとめた動画があるのでそちらを参考に。なので、現在の公式ではのびすけの息子が金髪で表現されているので、ゆかりちゃん、またはその父母が外国人であることを決めつけて言うことはできないが、過去の文献、謎本の予測、そして現在の状況から鑑みるに高い確率でそうであると言えるだろう。これもまたかなり厄介なことになっているのね。うむ、長い連載ゆえに起きる祖母っていうやつだな。というわけで、のびすけの息子、ついでにゆかりちゃんに関してはここまで。あと言い忘れていたが、こののびすけの息子の奥さんは、便宜上うぷ主が追加しただけで、原作やアニメなどでは一切言及はなく、この後、せわしの父が生まれる便宜上、必ず存在するはずなので追加しただけである。というわけで、この次はせわしの父、母、そしてせわしそのものに関して解説しよう。と言っても、このあたりは過去の動画で全てまとめて紹介しているので、詳しくはそちらを参考に、今回はさらっとおさらい。せわしの父と母は、原作コミックスでは11巻巻末、ドラえもん大辞典で確認することができ、映画2112年ドラえもん誕生でも、少しビジュアルは違うが両親を見ることができる。そしてその二人の間に生まれたのがせわしだな。せわしは言わずもがな、のび太の孫の孫、ヤシャゴであり、のび太の元にドラえもんを送り込んだ張本人でもある。見た目はのび太そっくりで、ヤサ男タイプ、面倒見がよく腕っぷしも強くてしっかり者という、本当にのび太の子孫かと疑うぐらいのスペックである。そしてそんなせわしには妹、もしくは彼女的な存在がおり、イラストだけではあるが、両親同様コミックス11巻に掲載されているのだ。そして、せわしとこの子が現在わかっている一番未来ののび家の子孫であり、これ以上先の未来はドラえもんでは一部を除いて描かれていない。というわけで、これにてかなり長くなったが、のび家の家系図の全ての紹介を以上にするぜ。今回、この家系図を作るのに5日かかり、調べているうちにかなり古い出典、アニメでの新設定、時代が進むにつれ、矛盾などにより生まれたのび家の人間、のび郎おじさん疑惑、大量の親戚、親戚のおばちゃんキーちゃん説、キーちゃん男の子説、統合により消えたのび太郎、エスパーマミのびえ、片岡家のおじいちゃんは存命しており、おばあちゃんの看病をした際に会った男性は玉子の兄、弟の彼女の名前は幸子、のび太の息子のびすけは、のび太の時代から数えて45年後にゆかりちゃんと一緒に月へハネムーンへ行き、お相手のゆかりちゃんは日系、または両親が外国人、一説には国際結婚の可能性があり、息子は金髪で生まれ、玉子の遺伝子が覚醒遺伝する、そしてその息子からもまた息子が生まれ、そしてまた息子が生まれ、せわしへ至るのである。今回の解説は、ほとんどの人が知らないような結果、そして興味深い内容になっていると思う。だけど、これはあくまでうぷ主が個人でわかる範囲でまとめた家系図、抜け落ちてしまった親族や、間違った解釈をしているところなどがあるかもしれない。なので、もし皆さんがまだこんな情報があるよ、とか、こここういうことなんじゃない、など、情報をコメントしていただけるとありがたいです。そしていつか、また新たなのび家の家系図がアップデートされ、情報を共有できれば良いと思っています。あと、もしこの家系図をゆっくり見てみたいという人のために、今回作成した家系図は概要欄から閲覧できるようにしておくので、よければそちらでご閲覧ください。というわけで、長々と3パートにわたってお送りしてきましたが、長い動画のご視聴本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは最後はいつもの挨拶で、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。